コロナ禍で消費低迷に苦しむ道内の生産者を応援しようと、道とイオン北海道による道産食品の消費拡大キャンペーン、今こそ食べよう北海道の PR イベントが開かれました。今日は鈴木知事が売り場に立ち、訪れた客に道産の昆布や料理レシピを配りながら、道産品をたくさん食べてと訴えました。